こんにちは、ピクチャルスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。こちらに映ってるのはですね、過去で一応ね採用しなかったという感じでね、廃棄にするかどうしようかなって言ってた時に、なんか欲しがっている友達がいたりとかしてね、あげたもの、もしくは廃棄したものもありますかね。右下廃棄したかな、右下2つは。上がちょっと引き取ってもらったんですけど、結局ね長さが良くないということで、やり直しをしたやつがこれじゃない方のタイプだったかもしれないですけどね。このシリーズ、このビッグリュック一番上のはね、結局最終的に何も一つも販売っていうことまで至っておりませんね。もう本当に訓練中のものだったと今も思えばそう思いまして、2018年とかのものだったと記憶してますね。で、ここでちょっとお話ししたいのは、こういうふうに不採用になったものって結構もったいないんですよね。で、それを、生地のコストもあったしということで、一応形にはなっているわけで、これを、試作としてですね、友人とかにね、あげたりする。あげて、無料なんでね、もらってはくれると思うんですけど、それに対するねフィードバックがあったりするんですよね。そうするとね、もうちょっとこの長さがどうのとか言うので、結局ね、この時点でもうね未完成の完成品ではないわけで、自分で不採用にしたいわゆる B 級品なんですよね。 B にもなるかどうかわからないんですけど、でそういうものを上げてしまう、贈呈っていうことですね。これ気をつけないといけなくてですね、自分の心の中では、気持ちの中ではもう随分先を、その上げた時点で随分先を行ってることがあって、これがまずいと自分で考えてもう改良に入ってるんですよね。そうするとその後に続々と作っていくものがもう変化して、ちょっと改良されたものになっているわけですよ。そうするとそれとの差があるわけですね、これね。そうするとしょうがないことなんですけど、やっぱ不平不満がこれに対して出るわけです。でも当然であって、過去の自分が不採用にした、自分で良くないと思ったものを他の人も 100% いいとは思ってくれないはずなんですよね。それを考えると、ちょっと贈呈っていうのもね注意した方がよくて、その後の改、もしむしろその後の改良したものを事情を説明して、こういうふうにちょっと改良したっていうことを説明したものをあげた方が、なかなかそういうものだと無料であげる気持ちにならないと思うんですよ。黒、そうすると販売しようとしてしまうんだけど、ちょっとその辺が実は現実とそういう自分の理想と違うところがあるなと思いまして、でそうすると、失敗したものはね、もう失敗したもので自分の中だけで収めていく、もしくはね自分で使っていくならいいと思うんですよ。自分なんで、やっぱりここ直してよかったのかって自分で感じるのはいいんですけど、なかなか人にって伝わりにくくて、いくら説明したとしても、じゃあむしろ贈呈というものは完成品をあげた方がいいと思います。もう本当に売るようなものなのを無料であげることの価値があるわけですよ。やっぱりね、結局価値を感じてもらうわけで、不採用になったものに価値はね少ないですね。そう考えるとね、喜んでもらうためにあげるんだったら、いくらついででそのなんか捨てるぐらいならっていう思っても、あげない方がね選択としてはね正解の場合もあるなと思うと、ちょっとその辺のお話でしたね、今回ね。なかなか実際にそういう風にやったことがある人じゃないとあれですけど、ただハンドメイドのものを何か作っていって、制作途中の過程の試作品なんかがもったいないからって言って、バザーで売って買っててもらうとか、そういうのはお安くしてね、そういうのならいいかもしれないですけど、ちょっと無料っていうのを気をつけなきゃいけなくて、無料だから 100% 満足してもらえるかっていうと、実はそうじゃないっていうことがちょっと逆に驚くことなんですよね。で、そこででもフィードバックもらえることもあるんですけど、もらった時にすでにもう自分は動いているんですよね。そういうスピード感だと思うので、そのすぐに人に渡すわけじゃなくて、タイムラグがある時、だいぶ何年か経った時にもうあげたりすることって多いんですよ。しばらくはちょっとこれを手元に置いてると思うんですね。それ気をつけなきゃいけないなっていうことになりますっていうお話でしたね。なんか製造をする人は試行錯誤を重ねてね、失敗の方がもう成功した品物より多いっていうこともあるし、実際私も過去のものがねもう 100% 最初からっていうと
あのこの辺のやつもなんか一見右下も良さそうに見えるけど、実はこれねサイズが合ってないんですよね。左側のなんかちょっとクシュクシュってなったこのタックですね、タックが寄っちゃってるっていうのがあるので、一見もしかしてあの気づかれないかもしれないけど、やっぱりあのそれはね自分が分かっている範囲内での失敗であれば、あのあくまでもあの試作は試作で廃棄的なものであったということですね。だからもしバザーとかで出すにしても、しっかり理由を書いて、ここがちょっとこういう風であの未熟な、なんかね技術の段階の時に作った過去のものですなんてことを書くと、それを理解してもらって、分かってもらって購入してくれるかもしれないです。ただねこれあげるよってね、あの簡単に何も言わずに贈呈しちゃうと、すごく期待したのが期待外れっていうのは、無料有料関係ないなと思うんですよね。もらったものっていうことでね、だからたやすくそのあげるっていうのもね、あの簡単なことでもないんだなっていうのを思いますね。はい、というそんなねお話でしたね。あのいろいろ苦労があってこその、最後一ついいものができていて、やっといいものができると思うんですよ。いくつも何十個もね作ってね、ダメな中で何か生み出されることが、何かの偶然とか何かのひょんな拍子でね、あのあると思うので、まあ、それをあの諦めずになんか追求していって、長年地道にコツコツとやっていく中で、あの何か方向が見つかるかもしれないし、あの何かが分かると思うんですよ。あの この道はちょっとあの厳しいな、自分に合ってないなとか、自分このテイストじゃないのになんか無理やりやったなとかね、なんかそういうのとかをいろいろ感じられる、何かを得られるためには、ちょっと長い間あの人には追いつけないその時間をかけるっていうことですね。何年越しかでこういうのも、あのその時はすごく立派に作ったつもりなんですよ、これでも今見ると、あの当然当然あのダメですよねっていう感じに思えるので、なんかそういうところが変化したんだと思うのでね、あの長年をかける必要があるっていうことになりますね。短い時間で今日や明日のことではないということになりますからね。そうすると当然失敗しても当然だということを受け入れて、涼しい顔をしながらですね、あのなんかちょっとあの作っていって、気がついたらなんかみんながすごく驚くようなものを作っていったっていう、そんな夢をね描けたらいいなと思って、こんなお話をさせていただきました。ありがとうございました。